皆さんこんにちは。月刊エスパー小林8月号、はい、小林先生、今日も今月もよろしくお願いいたします、はい、お願いします。ということで、はい、今私たちは日光東照宮の周辺に来ましたね、先生、はい、さっき先生に本当、はい、あの丸をつけてきてもらったところを巡っていきたいと思いますので、はいはいはい、もうまずはちょっとこっちの上の方から。非常にあの場所的にはいいと思います。ただまあ全般的にいいんですけど、特にいいところをピックアップしたって感じでやりましたんで、これからそこ回りますんで、はい、お楽しみにです。はい、はい、あ、昔より綺麗になったね。やっぱ平日静かですね。静か静か、こうあるじゃないです か、 だからこれでこれでどれが一番エネルギーあるかっていうと、だからこう、まあ、これがあまりにも有名なあの猿のやつです。いざるきかざるきわざる。来ましたね、はい。どうですか先生、この猿って。あの、うまいとは思うけど、あんまり僕は興味がない。もしこの中で一個買うんだったら、好きな肉にしたら、ここら辺です。この辺かけてビリビリくるとかがあるの。この辺が強いですよ、もう。ほう、だから今日の温度ぐらい暑いですね。暑い、うん、だって昔はほら、こういうところって将軍とか偉い人しか上がれなかったの。じゃあこの階段自体もそういう人たちの。あ、そうそうそう、近く、あの当時は上がれなかった。そう考えるとすごいなんかご利益ありそうな。あ、なんかかっこいい。このちなみにどれが一番いいですか。とりあえず将軍が上がってってやった場所だと思うんですよ。ちょっとこれはどうかなと思います。いわゆるここに家康のご遺体があるかみたいなエリアは、あのこの真裏です。だから将軍系はそこからそこでお祈りしてここから入ったか建てましたかした。鶴亀で、鶴は千年、亀は万年のあれですよ。人間ここから上の方がエネルギー出る。あ、そうなんですね。先生、そしたら私、はい、ある一説にちょっと聞いたんですが、生首ってあるじゃないですか、はい、生首を魔除けにしてやってたっていうのはそういう力が、エネルギーがあるからなんですか。ここから上エネルギーある。で、これが有名な矢のカナウっていうやつ。あ、カナウスギ。はい、前より枯れたかな。あ、じゃあ、あんまりですか。だからいろんな地殻の問題で移動したと思う。だからあの湖が空いてるところで蓋しちゃうと変なとこから水出るんじゃない。それと同じだから、うん、だからまあそんだけ徳川が強かったかなって気がする。ちょっとこれで日光東照宮ぐるっと回ってきたんですけど、次は隣にある二郎山神社、うん、はいです、はい、はい、できます。はい、OK です。